今回は前回に引き続きマイケル・ジョーダンのベストゲームトップ10を紹介していきます。この後編の動画では5位から1位までの試合を取り上げていきます。まだ前編の動画を見てない方は概要欄にリンクを貼っておくので、そちらから先に視聴することをお勧めします。それではランキングスタートです。第5位、1989年プレーオフ、イースタンカンファレンス1回戦、ブルズ対キャバリアーズのゲーム5、ジョーダンが44得点を記録した試合です。1989年、ジョーダン擁するブルズは第6シードでプレーオフに進出します。そしてブルズの1回戦の相手は、第3シードのキャバリアーズでした。このシーズン、ブルズはキャブスと6度対戦して、それらすべての試合で敗れており、勝率もキャブスの方が上だったため、戦前の予想ではブルズが不利だと見られていました。しかしブルズはジョーダンの活躍もあって、キャブス相手に対等に渡り合い、シリーズは2勝2敗のタイで最終ゲーム5へともつれ込みます。そしてそのゲーム5で、ジョーダンは伝説となるプレーを見せるのです。それでは試合を見ていきましょう。ブルズにとってもキャブスにとっても勝てば1回戦突破、負ければプレーオフ敗退となるゲーム5。この試合は両チームとも気迫のこもったプレーを見せ、白熱した展開となりました。そしてゲーム終盤、ブルズ1点ビハインドの状況で、ジョーダンがこの日42得点目となるシュートを沈め、残り6秒でブルズが逆転に成功します。しかし、キャブスもタイムアウト明けのプレー。レイアップが決まり、キャブスがリードを奪い返します。残り3秒で1点ビハインド。この状況でブルズがボールを託したのはジョーダンでした。ザ・ショット、後にそう呼ばれるようになるジョーダンの劇的なブザービーターにより、ブルズはこの試合に勝利し、シリーズ突破を決めたのでした。第4位、1990年3月29日、キャバリアーズ戦、ジョーダンが69得点を記録した試合です。先ほど5位の試合で紹介したように、ジョーダンは1989年のプレーオフで劇的なショットを沈め、キャブスを奈落の底へ突き落としました。そして翌年に行われたレギュラーシーズンのゲームで、ジョーダンはキャブス相手に再び悪夢を見せるのです。それでは試合を見ていきましょう。オーバータイムまでもつれる接戦となったこの試合、ジョーダンはキャブスの厳しいマークに遭いながらも得点を量産していきました。Jordan gets Elo airborne, hits the basket. Michael Jordan, he was on him for a moment. How about that? I'm going to really get mad. He got into the paint, gets the two. Jordan with 9 rebounds and 35 points. Remember, points. Jordan on the pass and the bounce. Jordan feels it, and it's going to be awfully tough to slow him down right now. Boom. Oh, my. Against Hot Rod Williams. Jordan, 49. Four on the shot clock. Paxson's got trouble. They get it to Jordan. He goes for the three. He gets the three. Playoff intensity here in this game. Jordan has 58. The next Jordan looking for his 59th and 60th points. He's got him. Now get it out of his hands. Jordan for 13. Jordan has 63. Matching.この試合、ジョーダンは50分の出場でフィールドゴールを37本中23本、フリースローを23本中21本成功させ、キャリアハイの69得点を記録。さらに得点以外にも18リバウンド、6アシスト、4スティールとオールラウンドなプレーを見せました。そして、チームの総得点のうち約6割を1人で挙げたジョーダンの活躍により、ブルズはこのゲームに勝利したのでした。第3位、1997年 NBA ファイナル、ブルズ対ジャズのゲーム5、ジョーダンが38得点を記録した試合です。1997年の NBA ファイナル、2連覇を目指すブルズはユタジャズと対戦。このシリーズでは両チームがそれぞれホームで2勝を挙げ、ゲーム4終了時点で2勝2敗のタイとなりました。そして勝利した方が優勝へ王手をかけるゲーム5。この重要な一戦を前に、ブルズに災難が降りかかります。ゲーム5当日、ジョーダンはインフルエンザのような症状に苦しめられ、試合直前までホテルのベッドから起き上がることができませんでした。周囲は試合に出ることを止めたそうですが、ジョーダンは優勝
勝のために強行出場を決断します。そして最悪のコンディションで迎えたこのゲームでジョーダンは衝撃的なパフォーマンスを見せるのです。それでは試合を見ていきましょう。まずは第1クォーター、無理をして出場したジョーダンは試合序盤から憔悴しており、エースの不調によってブルズはこのクォーター、ジャズ相手に16対29と圧倒されます。しかし第2クォーター以降、ジョーダンが勝利への執念を見せるのです。この試合、最終的にジョーダンは44分間の出場で38得点を挙げ、ブルズを勝利へ導きました。インフルエンザのような症状を抱えた中で、ジョーダンが最高のプレーを見せたこのゲーム5は、フルゲームと呼ばれ伝説となっています。そしてこの後、ブルズはゲーム6でも勝利して2連覇を達成したのでした。第2位、1986年プレーオフ、イースタンカンファレンス1回戦、ブルズ対セルティクスのゲーム2、ジョーダンが63得点を記録した試合です。1984年のドラフト、全体3位で指名を受けたジョーダンはルーキーシーズンから平均 28.2 得点を記録する大活躍を見せ、新人王に輝きました。しかし2年目の85-86シーズン、ジョーダンは開幕3試合目に左足を骨折し、長期間の戦線離脱を余儀なくされます。この怪我によって64試合を欠場したジョーダンはシーズン終盤に復帰、そしてジョーダンが戻ってきたことで、ブルズは調子を上げ、第8シードでなんとかプレーオフに滑り込みました。ブルズがプレーオフ1回戦で相対したのは80年代に黄金期を迎えていたボストンセルティクス。当時のセルティクスにはラリーバード、ケビン・マクフェイル、ロバート・パリッシュ、ビル・ウォルトン、デニス・ジョンソンと後に殿堂入りする選手が5人も所属しており、このシーズンはリーグトップの67勝15敗を記録していました。さらにホームだけに限った成績では40勝1敗と NBA 新記録を樹立しており、この年のセルティクスは史上最強とも評されていたのです。そんな強敵のセルティクスに対してこのシリーズジョーダンは臆することなく立ち向かっていきました。まずはゲーム1、ブルズは敗れてしまいましたが、ジョーダンは49得点と大活躍。そしてゲーム2、この試合でジョーダンは神がかったパフォーマンスを見せるのです。それでは試合を見ていきましょう。両チーム点の取り合いとなり、ダブルオーバータイムまでもつれたこの試合、ジョーダンは第1クォーターから試合終盤までアグレッシブに攻め続けました。Michael Jordan has 8 points and is the game high scorer. Going baseline. Michael Jordan, the basket good and a foul. Fantastic quickness going to the baseline. Bridge is the nice goal. Jordan against Dennis Johnson. Johnson trying to fight through it on a switch. Bird guards Jordan and Jada. McHale trying to double team and Woolridge misses again. Here's Michael Jordan. Basket half. Long range. Jordan. Good right now. 10 points in this period for Ainge. What a great shot and a basket and a foul. You talk of Jordan against Ainge. Chicago has led virtually all the way. Jordan, back isolation. Big double team now. Walton has come out to meet Jordan. Jordan trying to use his quickness and it works. Michael Jordan with 44 now in the ball game. And Walton afraid to foul that time here. Jordan cuts to Celtic Gordon like they did at the start of the last game. Here he is, the move and the basket. And it's a one-point game as Stan Hallback urges his team on. Their victory over Washington.
Michael Jordan has been a sensational show. They're this close. Three on the shot clock. Jordan, basket, good. Ainge guarding Michael Jordan. Jordan goes up for the shot and hits it. And has a playoff record with eight on the clock. Jordan. この試合、ブルズはセルティクスに敗れてしまいましたが、ジョーダンはフィールドゴールを41本中22本、フリースローを21本中19本成功させ、プレーオフ史上最高の63得点を記録したのです。ちなみにジョーダンはこの大記録を達成する上で、スリーポイントを1本も放ちませんでした。そしてこの試合の後、ラリーバードが、あれはマイケル・ジョーダンの姿をした神だった、と語り、このコメントも有名なものになりました。結局このシリーズ、ブルズはこの年 NBA 王者となるセルティクスに3連敗で敗退してしまいましたが、これ以降、ジョーダンイコール神というイメージが定着していったのです。第1位、1998年 NBA ファイナル、ブルズ対ジャズのゲーム6、ジョーダンが45得点を記録した試合です。ジョーダンのラストダンスとなった97-98 シーズン、3連覇を目指すブルズはファイナルに進出し、2年連続でユタジャズと対戦します。そしてブルズが3勝2敗とシリーズに王手をかけて迎えたゲーム6。ジョーダンにとってブルズでのラストゲームとなったこの試合ですが、最後にはその伝説的なキャリアにふさわしい完璧すぎるクライマックスが待っていました。それでは試合を見ていきましょう。まず第1クォーター、ブルズにトラブルが発生します。チームにとって欠かせない存在であるスコッティ・ピッペンが背中の痛みを悪化させ、ロッカールームへ下がることになりました。ピッペンが抜けたことで、ブルズはピンチに陥りますが、その穴を埋めるべく、ジョーダンがギアを上げます。ジョーダン over Russell. Tied at 22. Take, then run off the glass. Jordan wheels inside around Anderson. And again, it's a two-point game.Jordan, daylight for three. 13 for Michael. Utah by one. Perfection. 18 for the mailman. Jordan for three. It was Russell's first basket. Here's Michael. He's got 21. I'm watching Jordan, and he's in such a nice rhythm offensively play.Jordan's the guy they want, even more so than usual, and that's why.前半、ジョーダンは23得点を挙げる活躍を見せ、ブルズは4点ビハインドでハーフタイムを迎えました。第3クォーター、ブルズはロッカールームで治療を受けたピッペンがコートに戻ります。そして、試合はここから一進一退の展開で進み、第3クォーターはジャズの5点リードで終了しました。最終第4クォーター、ゲーム7にもつれるとホームのジャズの方が有利であり、ピッペンも怪我から回復する保証はない。そう考えたジョーダンはこの試合で絶対に勝利すると覚悟を決め、疲労困憊の状況ながらしぶとく得点を重ねていきました。ジョーダン against Anderson. He's still Michael Jordan. Jordan?With the jumper. And with 37 points, as Utah falls behind. そして第4クォーター残り1分を切って、ジョーダンのフリースローで試合は同点となります。その後残り41秒。ストックトンのスリーポイントが決まり、ジャズが土壇場で3点のリードを奪いました。対するブルズはタイムアウト明けのプレー。マイケル working on Russell.Brings them to within one. ジョーダンのレイアップで1点差に迫ります。そしてここから伝説のプレーは生まれました。They swat at it and steal it. Here comes Chicago. 17-6. Jordan. Open. Chicago with the lead. Time out. ジョーダンのラストショットによりブルズが勝ち越しに成功します。そして歓喜の瞬間は訪れました。ハーパーがピースをとっていった。シカゴ・ボールズは6つ NBA チャンピオンシップ。この勝利によってブルズは2度目の3連覇を成し遂げました。この試合、ジョーダンは最終的に45得点を記録、試合を決めるゲームウィナーも沈め、ラストダンスを完璧なエンディングで締めくくったのでした。以上でランキングは終了となります。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。